歳からできるようになることって結構あったりするもんね。確かに微妙かもしれん。安田教会2席どうぴー、ドラミコさんどう。あ、メロンパンありがとうございます。降ってきたメロンパンが明日のご飯にします。クイアンメロンパンありがとう。クイアン投げキスしたっけ。投げキスしちゃう。イランさん投げキスチラチラ。フランスパンありがとうございます。ヨネさんフランス行ってきますもう最近ずっとねどっか行きたいって言ってるんですよ。フランスパン食べてフランス行ってきます。ブルスリーさんパンありがとうございます。焼きそばパン3年ぶりぐらいに食べました。パスください。パスパスパス受け取って。私のパスおにぎり見て。おにぎり作ったの。ヤスさんにも投げキス。白ワイナリー泣きす泣きす泣きす。みーちゃん猫パンありがとう。猫パン猫ちゃんになっちゃうよ。キャさんダルマッチョありがとう。マッチョマッチョ。ドラヘビさんメロンパンありがとう。メロンパン朝はパン。みやちさんに送るレスレスレス。そうなんかね何を思い立ったのかわかんないんですけど、おにぎりを作りました。可愛くない。うわー全然落としてなんかないです。可愛いでしょ。あこっちじゃない、こっちは可愛いでしょ。まさるくんにも投げキッス。白ご飯さんメロンパンの普通のメロンパンありがとう。緑のメロンパンって意外と見たことない見たことないよね。メロンパンありがとう。裏ちょっと裏ちょっと違う。これはねあんまり関係ないです。こっちがね基本的な面でございますぐらいは気にしないでください。ちょっと皆さん猫パンありがとうございます。猫猫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 かわいいでしょ。そう紙粘土で作りました。自分でもねなんで作ったかわかんないのなんか突然紙粘土をが欲しくなって紙粘土を買ったんですよ。で作りました。おにぎり。店員さん焼きそばパンありがとうございます。名前が出てこなかった。おにぎりの種と交換しよう。え、これあれ柿の種じゃんおにぎりと柿の種って合うのかな。ケロピつけてない。今日ずっとこれつけてたかもしれない。グー何にしようか。開けてみるとかでボリボリボリ何が入っているか。え、チョコミントジュース。え、聞いて聞いて聞いて、ちょっと待って3秒間30秒間30秒今日ね、おいしょ、チョコミント買ったんですよ。お腹減った。おにぎりあげるよ。あ、こっちじゃなかった、こっちこっち。ブルースイさんハートありがとうございます。カイさんに投げキス。海苔が醤油ね梅干し、おにぎりは昆布かマグロか塩。チョコミンカツ見てください。なんとちょっとチョコミント買ったんですよついに。でもねあの一気に買ってめっちゃあの一気に買ってもうずっと持ち歩いて帰ってきたからすっごいね偏っちゃったのよ。これミニストップなんですけど、ミニストップの新商品のチョコミント、せっかくだからさ写真撮ろうと思ったんだけど、これじゃもう写真撮れないねって言ってちょっとどうしようかなって思ってたんだけど、ショールームでね自慢する手があった。そう一日持ち歩いて帰りに買えばよかったんだけどさ、なんか見た瞬間買いたくなっちゃってさ、
朝買ったらさ、もうこんなんなっちゃったよ。もうなんならちょっと腐ってないか心配、ずっと持ち歩いてたから本当に。リクエリタさんに投げキッス、ミニストップです。ミニストップ、ミニストップね、たまに行くとね結構チョコミント、あでも待って、手ベトベトだ、これベトベトだ、これベトベトだ、私が傾けすぎた、ウェットティッシュ欲しい、あちん。うちのなウェットティッシュはこれで買ってあるから、よいしょ。シーさんハートありがとうございます。カバンの中もベトベト、嘘でしょ、やめてよ。あ悲しい、そうかもしれない。皆さんこんばんは、シーさんにも投げキス、綺麗なお手手で、めっちゃねここ偏っちゃったんですよ、偏っちゃったから多分こっからなんか出てきたんだと思う、こわこわ、中身がちょっと出たかも。かいちゃんこんばんは、ありがとうございます。あれ何のこと、ありがとうございます。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、ありがやってくる、嘘でしょ。そうこれ自慢、今日の今日の自慢事項です。しーさんだるまっちゃんありがとうございます。マッチャマッチャありがとう。うおっと中身はこんな感じです。本当はね、本当はもっと綺麗だったんですけど、なんか潰れちゃった。そう本当はねこんな感じだったんです、綺麗だったんですよ、こんな感じです。せっかくなのでみんなの前で食べようと思います。ショルームでちょ、うん、なんかねもうどうすればいいか分かんなくて、この状態で写真撮れないからどうしようって思ってたんだけど、ちょっとみんなに、みんなに自慢。ひよっこさん、メロンパンありがとうございます。メロンパンみたいだね、メロンパンありがとう。しーさん音パンありがとう。白服だからこぼさないように気をつけます。でも万が一こぼしても母ちゃんが取ってくれるから、今日食べようと思って、雨降ってたから買いに行かなかったってこと？そうそう、今日雨だったんだよ、今日雨だったけど私傘持ってたの、ちょっと嬉しかった。しーさんメロンパンいっぱいありがとうございます。メロンパーティーだということで、ちょっと食べたいと思います。まず上に乗っているのは、何ですかね、もう潰れて跡形もないのですが、きっとチョコミントのクリーム、中に入っているのは、熱で溶けてシュワシュワとしていますが多分クリーム、そして下に入っているのはムースかなんかですかね。とりあえずねめっちゃ潰れてる、これを皆さんにあげ、んー、あ、うん、なんか全体的にやっぱ潰れてる気がする。あんまスースーはしないかも。うん、多分この上のクリームがミントクリーム、ミントクリームだよね。上のクリームがチョコミントのクリームなんですけど、ほとんどスースーはしない、ちょっとすっきりしてるけど爽快感というよりはめっちゃ優しい甘さです。あとこのチョコチップの食感がねちょっとカリカリしてるのが、あいちー、これはチョコミント苦手な人でも挑戦できると思います。スーを差し上げます。美味しいです。ミニストップのチョコミントね、ちょっとなんか熱で溶けてね、ちょっと潰れてなんか味が潰れてるけど
美味しい。ナマステ師匠、四つ葉ありがとうございます。ひんさん焼きそばありがとう。しんさん小判もありがとう。珍しく雨だか傘持ってたからすごく、いや違う、私はね、なんで傘持ってたんだっけ、雨行く時は多分雨降ってなかったんだけど、なんかね傘持ってたの、奇跡。食べやすいよ。でもなんかシュワ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 してる。甘すぎずすっきりしてます。めちゃめちゃ、すす感カバンにこぼれ落ちちゃったのかな。でもね爽やかな味はするの、爽やかな味はします。母ちゃんにあげる。じゃあこれ、あまた乗っちゃった。これ皆さんもねミニストップぜひ食べてみて、ミニストップのチョコミント食べてみてください。えりかちゃん投げキス。じゃあこれ母ちゃんにあげる。母ちゃんいる？いないか。これあと母ちゃんにあげる。タルト美味しかった。持ってくる。うん、エリカちゃんに、あれ今投げキスした気がする。投げキス、美味しいです。チョコミントの季節なんですよ。そう、私よく聞かれ、なんか一定の時間が経つと聞かれるんですよ、チョコミントも好きじゃないの。そういうわけじゃないんだけど、やっぱね寒い時期になるとチョコミントが減ってくるので、またやってきましたブームが。みーちゃんハートありがとう。溝口哲夫さんにも投げキッス、うまうまです。みーちゃんありがとう。骨が壊れてた、ショックだ。しかも骨壊れてるとちょっとだけ恥ずかしくない？開いた時にさ、なんか部分的にちょっと曲がってるとさ、ちょっと恥ずかしくない？ミニストップ 1.5キロ、はい 1.5 キロだったら15分ぐらいできる。長いか。そうチョコミートシーズンがやってきたんですよ。かっちゃんレスください。チョコミント始めました。そうなんです。あとねもう一個ね紹介してないチョコミントがあるんですけど、でもこれはね開けない開けないけど、みんなにまだ紹介してないチョコミントです。これなんかすごいでしょ。チョコミントかけるもちマシュマロ。このチョコミントのさ、このミントの部分がねマシュマロになってるんですよ。こんなのもありました。これどこだっけ、これコージーコーナー、いや関係なかったらごめん、コージーコーナーだった気がする。美味しそうでしょ。え、ローソン、あれコージーコーナーってなんだっけ、関係ない。コージーコーナーはケーキが出てる。ああローソンです嘘ついた。ローソンのやつ、た太郎さんに投げキス、投げキス送っちゃう。美味しそうでしょ。ローソンで買えるみたいなので、皆さんぜひ買ってみてください。っていう、ただただ自慢をしただけお返しします。美味しかった。そう、チョコミントの旬なんですよ今。ついでにこの蓋も返すね。サーティワンのチョコミント、サーティワンいいよね。私サーティワンのねチョコミントシェイクにするのが好き。サーティワンね、好きなアイスをシェイクにしてもらえるんだけど、チョコミントするの好きチョコミント探しちゃう。そう、チョコミントあるある、チョコミント好きな人のことチョコミントって言ったりするんですけど、チョコミントあるあるでさ、水色緑の商品全部チョコミントに見えるのよ。透明で見てさ、あチョコミントだ行くと、なんか別に違うの別に違うの。家から一番近いミニストップ321キロってどういうこと。3、2、
2、10、15、2時間半とかかかるんじゃない、歩いたら。321キロって321キロだね。ひょえー、なんてこった。チェリオのチョコミントドリンク、え、私さ、あれずっと気になってるけどどこにも売ってないの。そう、チョコミントドリンクっていう、ね、あのペットボトルに入ってるやつなんですけど、チェリオのねやつが売ってるらしいんですけど、私あれだけはね本当に 見たことがない。まだ蚊に刺されるの平気じゃないです。私めっちゃ蚊に刺される体質なんですよ。なんか大型かのが蚊に刺されやすいみたいなことをたまに言うんですけど、私 B 型なんですけどめっちゃ蚊に刺される。うちの家系でね、家系じゃない、家族の中で一番蚊に刺されます。キロでも3時間かかる。え、じゃあ300ってことは30時間ってこと？いや嘘だ。9時間かかるってこと？そう、蚊にめっちゃ刺されるんですよ。困ります。なんか、そう、これはもう私ずっと言ってることなんですけど、あの蚊もさ、別に刺すところ考えてくれればいいんですよ。蚊もだって生きてるからさ。でもさ、やっぱ顔とかだとさ嫌じゃん。顔とか、あと何、手首とか嫌じゃん。なんかちょっと痒いってなった時に嫌じゃん。あとなんだろう、足とかもさ、靴履いてたりするとさ痒くてもどうにもなんないから、なんか、え、じゃあ、ここら辺、なんかここら辺だったら刺していいよみたいな抜くことがねできればいいのにって毎回思う。私はね、同意のもとならいいと思う。だって生きてるんだもんそう、なんかさ、顔だって数あるさ体のパーツの中で顔とか刺さなくてもいいじゃん。で、痒いもんだってねえ。じいさん、誰もっちありがとう。マッチョマッチョ、あ、テスト帰ってきた、お疲れ様。ついにデデンデンデデンデデンデンデデン。蚊よけるやつ、うち夏になるといっぱい使うよ。信じたい。解散、カニパン、カニパンじゃないカニパンはカニパンや。猫パンありがとう。カニパンのさ、チョコパンが美味しい。カニパンをなんかチョコでコーティングしたみたいなパンがあるんだけど、あれが美味しい。無比アルファ、何それ。お酢だけベープ、これ何、蚊よけ、うん、らしい。私無比の匂い好き私無比の匂い好きなんですよ。苦手な、なんか無比の匂い苦手な人っているよね。あ、金柑分かんないけどの匂いに全然大丈夫、好き。カニ、あ、でも金柑の、え、わかんない、金柑じゃない気がするんだけど、え、怖い。あんま近くで嗅いじゃダメだよ。あ、私金柑じゃない危ない、私金柑じゃない、違う、あの青いやつ、スポンジが青いやつ、無比だ、無比金柑の匂い危ないよこれ。なんか無比の勢いでさ、スーってやったらさ鼻ツーンってなる、今の危ないわ。うなは何か違う気がする。とチョコカニパン美味しい、父ちゃんが好きで私も食べてみたら美味しかった。
危ないよ、あの匂い絶対違うやつだ、強かったもん、なんか夏やだよ、夏はね、蚊もいるし暑いし、夏苦手や。みんちゃんハートありがとう、ハート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 、最近ねめっちゃ私ローソンのなんかプリント、ネットプリントみたいなのめっちゃ使ってて、今日ね第五人格のプリントしてきた。ローソンとねコラボしてるの、ローソンの服着てるの、ね、でもねダブっちゃった、12種類あるのにダブっちゃった。これの前にもね、おぶんぐさんっていうねめっちゃ可愛いキャラクターがいるんですけど、こういうねこういうキャラクターがいるんですけど、これをねもう4回やったらやっぱダブっちゃったのよ。私最近ねちょっと運が足りないんですよ。そう、ローソンの店員さんクリアファイルも買った。ウルテックスさんありがとう、頑張ってねお仕事。今日はじゃ小指パンチ。あ、私たちもさあったよね、あのアスキーさんの企画かな、コンビニでプリントしてやった気がする前に。タケルさんかわいい、ありがとう。うん、こういう顔してるね、かわいいキャラがいい。おぶんぐさんと一緒、重課金しない。夏は絶対スパッツを履いてその上に半ズボン履く。でもさ、私暑さにめっちゃ弱くてさ、弱くはないけど暑いの苦手だから、めっちゃ涼しい格好して寝たいんだよね。コンビニ大好き、アミタが当たらないまま。そう、2期もね昔あったんですよ、コンビニのプリントで、メンバー同士がその撮った写真、撮ってもらった写真をランダムでプリントできるみたいな、私もやりました。あーすごい懐かしい。でこれちーこちゃんだ、こんにちゃん、こんにちゃん、めっちゃ可愛い、なんかいつも大人っぽいのに急なギャップ、美しい持ってる本当に。私もやりたい。でこう、私ちゃかりでっかいので当ててる、これ当てたの、でっかいの、私懐かしい。デスカーの記憶にないんだけど、これ何、これ分かんない、全然違うのだったらウケるな。ちっちゃいのはそうです。そう、やりたい。私ランダムが大好きだから、本当にランダム大好きすぎてさ、ケティさんこんばんは、こんばんは。笑い方が硬いは笑いますね。これ加入してね割とすぐの方だと思う。ランダム生写真は、ランダム生写真はないね。筋トレだ、何時今、もうすぐ半からだって、あと4分だ。ランダム嫌い、私ランダムね大好きなの、
ランダムとかなんか不確定な要素が大好きで、この前さゲームセンターにちょっと寄ったんですよ。そうなんかちょっと寄り道したくなって、ちょっとねゲームセンター行ってあのたこ焼き器にさ一個だけ色ついててさ、この色のついたところにボールが入ると好きな商品がゲットできるみたいなやつをなんかノリでやったら2回でね入っちゃって、こんくらいのねなんかアニメのフィギュアもらいましたもらったんだけど、なんかそうもらったピンポン玉入れるやつ、その景品を選ぶときにさすごい並んでて、めっちゃ並んでたんですよ。でその箱がねこう箱の後ろにあって顔だけ見える状態だったの、ね、顔で選んじゃったんですよ。で顔で選んでこの箱さすってどかしてもらってさどうぞって言われた時にその子の服がちょっと残念だったんですよ。で結構他のやつはなんだろうちょっと小悪魔みたいなのとか天使とかみたいなのになってたんですけど、なんかその子の服だけねなんか真っ白のなんか柄とかがなくて真っ白だったんですよ真っ白でちょっとなんか毛皮みたいなあなんかちょっと思ってたの違うちょっと残念だった。え、そう私もなんかあれってなんかそのあんまやったことないから分かんなかったんだけど、何かの噂でその色の入ってる色のその色がついてるところから風が出てるとかなんか聞いたことあったからまあなんか入んないんだろうなと思ってちょっとなんかノリでやったら入っちゃって、そうなの確執で、いやそんなことないと思う、ラスト1個だったからね。今ねあっちの部屋にあるよ見る？なんか見てもあっちの部屋のねあの箱の中に入ってる。うん、あっち、うん、母ちゃんに持ってきちゃうそうこのね家ねここのねこっちに部屋があるの、これドンって突き破ったら部屋があるんだ。で部屋はないか、タンスがあってその奥に部屋があります。ここ破ったらタンスが出てきます。怖い怖い怖い、え、ちょっとさ服さ首怖い、え、じゃまだ組み立ててないのよ。そうなんか箱めっちゃでかくてさ、え、これなんか持ち帰るの大変だなと思って開けたら思ったよりなんかコンパクトだった。これは頭ですね、組み立てようかなんかちょっとあれだから。すごい、私こういうの持ってなかったからなんかさあすごいと思って、とりあえず置いておいて、え違うの、なんか私結構好みが独特だからなんかねちょっと違うの何個か欲しいのがあったんですけど、欲しいのがねやっぱ2人でなんか2人で1人みたいなそういうキャラだったんですよ。だからそれだったらこの子にしようと思ったんだけど、やっぱあっちの衣装でもよかったかなっていう思ったりする。これなんだ、私こういうの持ってないからちょっと分かんない。こう違う、絶対違う、ん、そう私こういうの持ってないんですよ。なんか違う、もうさなんかさフィット感悪くない？こっちじゃん、見て髪の毛すごい取れそう、やばい私これ本当に取っちゃうからダメだ。頭と体をくっつけます。そうすごい、躍動感すごい、めっちゃすごい、え、すごいね、初めてのフィギュア
すごくない？なんかめっちゃ髪の毛ほら浮いてるよ。髪の毛なんか浮いてなんか乗せれそう。しかもね、おにぎりとか乗るんじゃないこれ。ほらすごい。あ、落ちた落ちた。すごいね。なんかてか誰これ？リゼロの、リゼロっていうアニメのキャラクターです。すごいでしょう。でーん、でででん。なんかすごくない？なんかちょうどこのこっから目が出てるあたりがいい。せっかくなので部屋にでも飾ろうかと思います。すごい。クレーンゲームいっぱいやりたくなっちゃうね。置いとく？すごい後ろなんもないから。守護霊そう、そんな感じです。アビタの最近の獲得したもの、くじ引き。そう、くじ引きもさ、私くじ引き をよくやるんですけど、ちょっとこれを手に入れたことによってなんかクレーンゲームとかハマっちゃいそうだなって思いました。レムちゃんも取って、そうレムちゃんにしようかと思ったんだけど、レムちゃんいたらラムちゃんも欲しいなと思ってあの子にしたんです。そんな感じです。ドンキの駄菓子、ドンキの駄菓子なんか違うの？普通のお店の駄菓子と。かわいいでしょ。次のお知識はそのコスプレそんなバナナだ、バナナ。ニクラアミューズメントでクレーンゲーム、やりたい。なにこれ、これなに、誰の、私が。奇遇だねこれ。私もやったよ。母ちゃんガチャガチャやったらしい。これさっきのキャラクターと一緒です。でも実は私もやってます。私さ、めっちゃさ、めっちゃやってるのよ。私ね、めっちゃ仲良しでしょ。そう、最近さ、最近ゲットしたもの言うね。これくじ引き、一番くじでサンリオのシナモンと、これ初めて見るキャラなんですけど、マフモルビオリ、これ一番くじでゲットした。で、あと見てこれ、ガチャガチャ、これもさっきのキャラクターと同じアニメです。これはガチャガチャ、なんかこのガチャガチャすごいんですよ。最近こういうガチャガチャよくあるんですけど、このガチャガチャでくじができるガチャガチャなんですよ。ガチャガチャの中に A 賞、 B 賞、 C 賞があって、なんか A 賞はフィギュア、 B 賞はラバーマスコット、 C 賞は缶バッジみたいな。最近そういうガチャガチャが増えてるんですよ。めっちゃ面白くないですか？もう私の大好物です。キョちゃんかわいい、ありがとう。かわいい、モップくんっていうの。これちょっと初めて会ったんだけど、かわいいでしょこの子。そう、ガチャガチャだけでもうランダム要素じゃん。もうそれだけで私は好きなんですけど、さらにその中にそのくじ要素が入ってるっていう。このガチャガチャめっちゃやりました。缶バッジがねこのガチャガチャで缶バッジ6個、缶バッジゲットして、ラバーマスコット、ラバーストラップもゲットしました。ラバーストラップどっか行ったわ。そう、ラバーストラップめっちゃやってます。なんか私がよく通りかかる場所に絶対あるガチャガチャがあったんですよ。なんか結構その仕事の関係でその場所に行くことが多くて、その場所に行くたびに
絶対このガチャガチャと会っちゃって、その行くたびにやってるみたいな感じでねやってたらめっちゃ溜まっちゃった。このラバーストラップね合わせるとハートになるの、可愛いでしょ。ハート、そう引かせに来てるんですよ。あとフィギュアも取った。あとなんだっけな、なんだっけ、ウェハース、ウェハースってあるじゃないですか。ウェハースの中にカードが入ってるみたいな、それも買いました。これは呪術中回戦っていうアニメ、私ちょっとアニメ見たことないんですけどと、これはラブライブですね。そうなんかやばいんですよ私、全然知らないのになんかやりたくなっちゃうの。あかんよね絶対、本当にあかんと思ってる。あとこれはニーナちゃんがハマってるなんだっけツイステってやつのカードとか、あとこの前、ね、コナンの一番くじやったみつまささん、トースターありがとうございます。朝からパン。あいさ、サンドイッチありがとう。サンドイッチ。みんちゃんかわいい、ありがとう。あ、メガネさんこんばんは。カウント失礼します。ありがとうございます。そう、9時なら何でもいいけど、あと5等分の花嫁。あ、呪術回戦まだあった。そう、このキャラさ、私本当に誰かまだ存じ上げてないんだよね。すごいなんかユニークな感じのキャラとかも出たり、欲しいより当てたい。そうで、別に何が当たってもいいんですよ。なぜならまだそれに詳しくないから。その詳しかったらさ、このキャラが欲しいとかあると思うんだけど、なんかそういうわけじゃないんですよ。かっこいい、ありがとう。かっこいい。だるまっちゃんありがとう。だるまっちゃん、だるまっちゃん、けっちゃん、だるまっちゃん。ロボメカ丸、これメカ丸っていうの？メカ丸、なんかすごい遺跡とかで出てきそう。アニメイツとか言ったら再残しそう。え、そうだから、あと鬼滅の刃。私って多分ちょっとその目の付けどころがおかしいんだと思います。自分で言うのもなんなんだけどさ、こういう趣味があるんですよ私。なんかスリルを一人で味わって楽しんでます。そう、でもなんかせっかくだからさ、誰かに言いたいなと思って今日言えてすっきりしました。ありがとうございます。あ、ちなっちゃんさんに渡してたのは、なんか母ちゃんも鬼滅の刃にハマってて、鬼滅の刃のイノシシのキャラクターがね好きなんですよ。でそれでたまにグッズとか見かけた時に、そのランダムのものが多くて買うんですよ。で買うと、そのちなっちゃんさんの推しキャラっていうのがたまたま出てたんで、せっかくだからどうぞっつって、本当はこれが欲しかったんだけど、どうせだったらその喜んでもらえる人のところにね行ってもらってね、うん、あらさん、おひさです、こんばんは。みんちゃんハートありがとう。なんだっけ、それ馬娘だっけ、噂に、最近よく噂に聞くゲーム。そうだからね、なんかアミタにお小遣い持たせるのは危険かもしれない。ホシピーさんに投げキス、キョンちゃんだるまありがとう。最残
散財。そうだからね、私欲しいものがないんだけど、なんか余計なことをしてる気がするって最近思い始めました。気をつけようと思います。みんなに手品見せてあげようか。そういう気持ちでアフガニキの缶バッジわかりますか。お小遣い減らします。でも一日お小遣い制じゃないんですよね別に。なんか必要なものがあった時にちょうだいっつってなんかね変な感じです。こんばんは、ゆきやさんこんばんは。そう見せてあげる。ここにさ紐があるじゃん。でさここに箱があるんですよ。この箱に紐を入れるんですよ。これ入れるのがちょっと大変なんだけどね。これ紐の先がさポソポソしててさなかなか入らないんですけど、ここに紐をね入れますと、入れます、ビョン入りました。もうねこんな感じです。うううううううこれをねどっちだっけ、こっちか、これをいきますよ。3、2、1、あれ逆だ、3、2、1、切ります。切れました、これじゃん、切れました。これが完全にこの紐が切れちゃった、どうしようって思うじゃないですか。でもなんで切れてない、なんで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 切れてないの、なんでだっていう手品。これねガチャガチャでね100円でゲットした。シーサーハートありがとう、ダルマッチもありがとうございます。それが1万円札にはならんな。切れてない、すごいでしょ。ニャン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 。あいさん猫パンありがとうございます。猫猫猫猫猫猫。そう100円ですよこれ、なか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 のクオリティじゃないですか。イエーイっていう、これなんかどっかで自慢したい、同窓会とかあった時に自慢したい手品だこれは。多分ね3回ぐらい見ると分かっちゃうと思うんだけど、でも初めて母ちゃんに見せた時にわーすごいって言われたの。私がね、私がいつか同窓会に招待された際にはこれを持っていきたいと思います。コスパ高いでしょ。ハートありがとう、しんさんハート。なんだっけ、サンドイッチもありがとうございます。サンドイッチ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 。カメラの下で持ち帰ってないよ。確かに今のやり方良くなかったかもね。それはね特に関係ないです。通して切って切ってヒュッて戻してヒュッ。そう同窓会、同窓会とかあるのかね、同窓会ってあるのかな。私がそういうのに呼ばれたのがね中学1年生の体育祭が最後でした。中学1年生の体育祭は普通に出てて、みんなでね美味しいもの食べに行ったんですよ。それ以来ですね。あいちゃんの指入らない。あいちゃんの指だとねちょっとねいっぱい指必要になっちゃうからね難しいです ね絶対あるよね実はやってるパターン。だって私さ、私中学の時の
連絡手段がガラケーだったんですよ。みんな LINE やってるからめっちゃね、めっちゃ優しい人、めっちゃ優しい人だけね、そのわざわざ私のガラケーにも連絡回してくれるんですよそう、中学1年生の時が最後でしたね。打ち上げか。タイムカプセル、タイムカプセルは埋めたことないや。小学校の時にね、でも自分に手紙書いた。そう、20歳の自分へっていう手紙を10歳の時に書いたんですけど、あと2年で開けれる、あと2年で開けれるんだけど、私書いた内容覚えてるから開けたくないんだよねそう、なんか10歳の時に手紙をね、授業で手紙を書いたんですよ、みんな。でね、まだ17歳だからまだ開けてないんですけど、私ね、まだね、開けたくないんだよね。書いた内容がどうしても忘れられなくて、開けたくない、本当に中学生、え、 LINE やってたよ。私の時代ではですね、小学6年生の時から LINE やってる子いました。でもごく一部だったけど、中学生になってからやっぱめっちゃ増えたね。私小学ね、ダンス習ってたからやっぱメールとかできるその手段が必要で、小学生の時にガラケーを買って、最初はね、携帯を持ってる自体が珍しかったんですけど、気づいたらみんなスマホ持ってた。50カウントありがとうございます。イエーイ、パチパチパチ、ハイタッチハイタッチハイタッチ。そう、これ10歳の時に書いたんですよ。全部ひらがな、全部ひら、まあでも全部ひらがななのか。本当に開けたくないの、本当に本当に開けたくない。私これどうしても忘れられないの。なんかさ、他のさ結構大事なこととか忘れてたりするのにさ、これだけ忘れられないんだよね。本当に嫌だ実は勘違い、いや、ダメ。小学校の公式 LINE、 え、嘘でしょ。小学生はね、あの手紙書きな、手紙やっぱさ、私の時代にさ、そんなさ LINE とか流行ってはなかったからさね。ガラケー終了、え、そうなの。最近使ってないから分かんないけど、私ね、多分アイドルやってなかったら本当にね、スマホもこんな使ってなかったと思う。え、違う、いや絶対そうだよ、私にはわかる。だって自分で書いたんだもん自分で書いたんだもん、やだよ。え、誕生日に開封、やだ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 。でも母ちゃんの手紙も入ってんだよ。あ、そうなの。え、なおさらなんか開けなおさら開けられないじゃん、なんか。え、怖い怖い怖い。じゃあなんか全部覚えてるわけじゃないんだけど、これとこれ絶対書いたなっていうのが2個あるんですよでもなんか今思い返すと恥ずかしいから開けたくないっていうの。忘れた頃に開けよう。私もさ、10歳の頃はさ、10年も経てばさ忘れると思った。さ、覚えてるもんよね。こんな感じ。もうちょいで20歳、そうだよ。あっという間だね。私これずっと言ってるんだけどさ、私体感15歳なんだよね。なんか15歳の時からね、なんか今まで一瞬、2年間がめっちゃ一瞬に感じるんだよね。43歳まあね、そんなアミタの手紙をいつか受ける日が来るのかちょっと分かりませんが、お楽しみにしていてください。そろそろ順位の方を読みたいと思います。ベン、10歳アキカンさん、12アールさん、11ミッキーさん、10位スティッチさん、9位ユキカゼさん、8位ブルスリさん、7位カイさん、
6位ホシピさん、5位ハロさん、4位クーギャン、そして3位がトロロロン、みんちゃんありがとうございます。ありがとうおにぎり、ありがとうおにぎり、おにぎりおにぎりちょっと冷たい、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、はい、2位がトロロロン、キョウちゃんありがとうございます。ごぼうさん、しいたけさん、穴の開いたレンコンさん、筋の通ったふーき、そして1位がトロロロン、しーさんありがとうございます。イエーイ、キリッキリッとキリッとありがとうございます。イエーイ、アナコさん出てきたっけ。その弁当あまり美味しそうなお弁当じゃないわよね。うん、人参、ごぼう、しいたけ、おにぎりちょいと詰めて、刻み生姜に、刻み生姜にごま、刻み生姜にごま塩、生姜とごま塩ってこと。まあ、確かにハンバーグとか欲しいよね。ヘルシーすぎると思う。確かに思います。じゃあ、お知らせ、告知、明日対バンライブに出演させていただきます。明日だって。明日でなんか不思議な感じだね。なんかさ、4月とか3月か、春休みでさ結構ライブとかやったりさ、なんか今までも単独でリハとかだったけど、なんかこの平日の平日にライブがあるってなんかすごいなんか新鮮な感じです。改めてよろしくお願いします。セッキー猫パンありがとう。そう、ゼップ羽田東京です。楽しみ。初めて行くからさ、初めてってかあれだよね、新しくできたんですよね確か。めっちゃ楽しみです。ドキドキ。そう、初めましてなんですよ羽田。ドキドキで、22日がね、ストリーミングライブということで、こちらは多分完全配信になると思うんですけど、カリさんが、まあ、一部っていうのか、で私たちが二部として、ライブをさせていただきます。耳がおかしくなりましたはい、ライブをさせていただきますのですが、こちら配信チケットの方が発売販売しているので、ぜひねツイッターとかチェックしてみてください。結構めちゃめちゃね、なんだろう、めちゃめちゃたっぷりなライブになってて、本当に単独ライブみたいな、まあ、単独ライブではあるんですけど、めちゃめちゃたっぷりでお送りしますので、ぜひ皆さんお家とかからね見てくれたら嬉しいなと思います。チェックしてみてください。いえ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 、28日はまーちゃんさんの生誕祭があったり、29日からアップガニキ主催の対バンライブ始まったり、まあ、とにかくいろいろあります。5月もね後半戦に入ってきました。ぜひぜひよろしくお願いします。配信チケットこれから買います。ありがとうございます。私たちもね新曲新衣装ができまして、まだねさらにさらにボリュームの迫力のあるライブができたらいいなと思うので、よろしくお願いします。私の誕生日多分配信とかはやると思います。あのそのうちね18歳になったら、あの配信が何時でもできるようになるから、あのゲームのねバイオハザードクリアするまで終われませんとかやりたいですねって話はマネージャーさんとしてました。せやな次の日学校爆睡ですね完全に。でも私ね、いつかそう、いつかね18歳になったら夜の配信がしたいと思ってるので、よろしくお願いしますそんなに起きてられ、私はめっちゃ夜型なんで、朝が起きれれば結構起きてられる自信があります。朝は無理です朝はねあのきついけど、夜はめっちゃ起きれる。で多分夜になるにつれテンションが上がる。アイさんハートありがとう。ラブ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 。
24時間配信とかね、多分私は全然できるまあね、また一個夢が広がるのが楽しみでございます。年越し配信はしないかな。なんか年越しってさ、やっぱさ、いろんなイベントがさありそうじゃないなんかみんないろんなイベントありそうだからツイッターとかはね更新できるのちょっと嬉しいよね。年越したぜ、ウェーイっつってね。深夜の続きが早朝、なんかね、そういうのは大丈夫なの。でも朝がダメなの。深夜オールして朝の4時とかは全然大丈夫。何かってね、寝て起きた時の朝が嫌なんですよ。日付超え配信もねちょっとやってみたいけどね。年越しどうだろう、まあ、ちょっとその時になってみないと分かんないけど、まあね、今後もお楽しみ。この配信の最後に私が自分をと言ったら、皆さん信じてという決め台詞を言ってほしいので、信じてのコメントの準備をよろしくお願いします。それでは皆さん、今日も配信ありがとうございました。明日は木曜日、私はこれからちょっとね、あることを用事を済ませて、あれ用事をちゃんと済ませてからね、寝につきたいと思うので、皆さんも、今日一日のやり残しがないようにしっかり確認をして、残りの4時間、嘘、3時間を過ごしていきましょう。それでは皆さん、自分を信じて。ありがとうございました。以上、アップアップガールズ学校に行けのあいたことにくらみでした。I believe. バイバイ。